というわけで、富良野の方に抜けるために狩り勝ち峠を登ってきました。ここが狩り勝ち峠頂上、寒っ。狩り勝ち峠頂上、標高644メートル。ここね、展望台があるんですよね。ちょっと渡っちゃおう。こっちの方がいいか。今私はまだ新徳町ですが、この先に行くと南富良野町になるようですね。素晴らしい。寒い。8度です。そして強風ですわ。やっぱ今年はあれだね。紅葉が綺麗になる前に葉っぱが落ちちゃってるね。今年はダメだな。暑い日が続いてたもんね。あ、すごいね。大パノラマって感じですわ。上に展望台があるんでちょっと行ってみましょう。寒い。いや、やっぱ風のあるなしで違いますわ。熊さん、何を可愛らしい顔せなんの。私は君に怯えとるんですわ。ほんまに。ええ加減に正直ですね。というわけで、こちら、日本新八景、狩り勝ち峠。ちょうどこの下にね、廃線跡もあるんですが、それはまた別で取り上げます。綺麗ですね。いや、ほんと天気が。よろしいですね。この前、このちょっと前にね、狩り勝ち峠越える、キハ261撮ったんですけど、曇ってましたけどね。こんばんは、スプリングです。私は今、北海道は、ここは南富良野町かな。東鹿越駅にやってまいりました。まあ、東鹿越と言いますと、次の春ですね。3月の改正で、廃止となってしまいます。まあ、根室本線。まあ、この根室本線っていうのは滝川駅からずーっと橋の、根室駅まで続く路線なんですが、まあ、その間の区間ですね、この東鹿越駅から新徳の間は、ずっと普通区間というふうになっておりました。災害によって、何年も動いていないという状況、なんですが、まあ、そこを含めた、今はね、東鹿越から富良野までは動いているんですが、まあ、その普通区間とこの東鹿越富良野間も合わせた区間が次の3月には廃止と、廃線という風になってしまいます。だから根室本線部分廃線ですね。一時はね、滝川発根室行きっていう頭のおかしい運用があったぐらいなんですが、寂しい限りですね。多分ね、もうそろそろね、列車が来るんですよ。というわけで、今日と明日とちょっとこの根室本線で撮影をしてみようかなと思っております。東鹿越駅、この駅もね、割と独特ですよね。普通にこうやって線路を越えてホームに行くという感じになっております。こういう感じですね。東鹿越真っ暗ですが、裏は多分石灰を取ってるんでしょうね。割と頻繁に大きな重機がうろちょろしておりますが、まあ、元は炭鉱とかで栄えたんですかね。まあ、この駅の向こうには金山湖があるという場所になっております。というわけで、まもなく列車がやってきそうですので、ちょっと出迎えをしてみましょう。まあ、暖房があるとかそういうわけではないんですけども、やっぱり中に入ってくると暖かいですね。マスですか。なんかこのカヌーをこの前テレビで見た気がしますね。これすごい上手。ちなみに、まあ、この東鹿越から今新徳まではね、列車が走っておりません。2016年の台風の被害だったと思うんですが、まあ、それでもうその後は全く復旧せず、で最終的にはこの次の春で廃止という風になってしまいます。なんですが、まあ、富良野駅からこの東鹿越駅までは列車が来ているんですね。まあ、それがこの普通列車なんですが、まあ、この先じゃあどうするのかっていう話なんですが、それはバスの輸送になるんですね。バスの代替輸送と。ここまでは普通列車キハ40が運転されております。まあ、日中は全然走ってないんですけど、まあ、朝と夕方以降、まあ、どの列車に乗ってもキハ40がやってくるということになります。ちょっとね、このキハ40撮影をしておきました。まあね、もう余命半年もないですかね。
寂しいですね。いや今回のね北海道ですけど、まあこれが初めての、まあ、根室本線廃線区間での撮影ということなんですが、まあ、結局何回撮ったかな、めちゃくちゃ撮りましたよ。なので今後めちゃくちゃ根室本線が出てくるかなと思うんですが、まあでも東シカゴ駅で夜撮ったのはこれっきり、いやもう一回の実際乗ったんですよね。乗ったので2回来ることになります。さあ普通列車発車していきます。いやいいエンジン音でしたね。東シカゴへはね、もともとはこれ、まあ、このね、左側に結構大きな採石をしてるのかな、まあ、なんかそんなんがあるんですが、まあ、非常にね、線路も多い駅なんですね。まあ、今は最終の、まあ、ターミナル駅ということになっておりますが、お、右翼全開？右翼全開？まあアホなこと言っときまして、富良野まで戻って、まあ戻ったり向かいました。そうするとね、ものすごい量の鳥が飛んでるんですよ。うるさいな、これ白鳥ですよね。でちょっと富良野駅の中見てみると、あらあらあら、ツートンが出発をしていきましたね。私ね、富良野の方で、まあ旭川の来るキハ40なんですが、タラコはよく取るんですけどね、ツートンほとんど取ったことないんだよな。実は買っておりましたクランベリー、これがねうまいんですよ。早速いただきます。レール輸送、ちょっと追いかけたい気持ちはありましたが、本日まで、姫路から 3352.2 キロ、そして函館から 1530.1 キロということになりました。というわけでこの翌日は実際ね、富良野のあたり、そして東シカゴ駅までの間、まあ、根室本線撮影をしていこうと思います。まあ、ここはね、廃線なる区間ではないんですけども、まあ、結局、キハ40ですね、旭川のキハ40がおそらくなくなると思いますので、まあ、それも兼ねて撮影というふうに。本日も動画をご覧いただき、ありがとうございます。こちらのチャンネルでは、鉄道写真をテーマにした動画を投稿しております。動画がいいなと思われた際は、チャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。過去の動画もぜひご覧ください。